アルムデナ大聖堂アルムデナの内装サンタマリアラ、レアルデラアルムデナ大聖堂は、スペインマドリードにあるカトリックの大聖堂。アルムデナの聖母に捧げるマドリードの新大聖堂、建設計画は16世紀に始まった。しかし建設は遅く、1879年になっても着工しなかった。クーバス港、フランシスコデクーバスは建築家として、 大聖堂設計とゴシックリバイバル建築での建設を指揮した。建設はスペイン内戦の間完全に中断されていた。計画は1950年まで頓挫していたが、フェルナンド・シュエカ・ゴイティアがクーバスの計画を採用して、大聖堂の反対側に立つ王宮の灰色と白のファサードに合うよう、ネオクラシカル様式の外観にした。大聖堂はローマ教皇。 ヨハネ・パウロ2世に性別された1993年まで完成しなかった。2004年5月22日、アストリアスコー・フェリペとヒレテシアの挙式がアルムデナ大聖堂で行われた。ゴシックリバイバル建築の内装はユニークな現代風で、現代芸術家による礼拝堂と像は歴史的復古作品からポップアート装飾まで多岐にわたる様式が採用されている。 ネオロマネスク様式の地下聖堂は、アルムデナの聖母の16世紀のイメージで建てられた。ありがとうございます。